6434人が犠牲となった阪神・淡路大震災から27年となる今日、北九州市の小学校では地震と津波を想定した避難訓練が行われました。強い揺れに警戒してください。訓練が行われた北九州市小倉北区の中島小学校は津波災害警戒区域に指定されています。今回は大地震のほか5メートルの津波が想定され、児童らが校舎の3階へと避難しました。自分の身を守るために頭を隠して机の下に隠る、急いで逃げるとか、先生に言われる前に自分からやるとか。昨日はトンガ諸島での火山噴火で日本でも津波のような潮位変化が観測されたことから、学校では今日の訓練を生かしたいとしています。